どうも DT タイムズへようこそ、今日も低い声で頑張っていきたいと思います。今日はですね、まあ2回目の登場のですねジライアですね。このジライアくん見えるかな。このジライアくんをですね、ジライアくんの、まあ、あのみんな見てもらったら分かるようにちょっとね汚くなってきてるんですよ、ここら辺とかね。なんでこのウールマットをあの変えるよっていう動画にプラスですね、普段どういうものを食べてるのかっていうのをちょっと皆さんに見せていけたらなと思います。まああのいろんなね予想をするでしょう。カエルなんでコオロギとかね、バッタとか生き餌、そういうのを食べるんじゃないかなって思う方もいると思うんですけど、実はですね今すごいまあ、僕も最初その飼い始めた時に生き餌をあげなきゃ、常にあげなきゃいけないんじゃないかなと思って結構覚悟はしていたんですけど、まあでもあの生き餌じゃなくてもあげれるということでですね、実はこちらになります。そう、このように、フードね粉状になってるんですけど、わかるかな、まあ、粉状のフードに水を入れて混ぜてこねてですね団子状にして、ピンセットで前の方まで持ってってあげるとパクッと食べることがあるっていうね、食べることができるっていうカエルのフードを、これを今僕は使ってるので普通にカエルの餌を作りますよっていう動画を、今日は皆さんに見せたいと思います。それでは早速ですね、あのジライアのご飯を作っていきましょう。はい、それでは早速準備が整ったので、ね、餌やりとですねウールマットを交換っていうのをやっていきたいと思います。まあ、まず準備するものの説明をしますね。まあ、準備するものは、はい、ジライア本体、当たり前ですジライア本体とでですね、あの下に引くウールマットですねの新しいやつで、まああのサイズねが合うようにちゃんとカットされてる、カットされてるというか、まあ僕がカットしたんですけど、カットしたやつですね。まあこの2つがあればまずはウールマットの交換は問題なくできると思います。でまあその後ですね、こちらのフードなんですけど、まあフードをまああの上げるのにこねなきゃいけないんですね。でまあ別にその他のねコップだったりを使ってもいいんですけど、僕はこういうふうに100円ショップにですね、あのゴマをすりつぶしたりするようなやつ100円ショップに売ってるので、いつもこれを使ってこの中に入れて、で当然ピンセットでね、ピンセットがいります。カエルの目の前までこう持っていくの でこのピンセットだったり手でこねて、丸めてあげるっていうのが、まあ僕の餌のツノガエルのクラウンツノガエル、クラウンウェルツノガエル、うん、ツノガエルの餌の揚げ方なので、まあそれをですねざっと説明して次をあのやっていきたいと思います。はい、それではですねまずは、カエルのジライアをですね移動させなきゃいけないので、あの移動させていこうと思います。まあ移動させるものは何でもいいんですけど、まあ僕はいつも、メダカのケースを使っています。これね、このケースの中にまずはジライアを移していこうと思います。この瞬間が結構一番緊張するよ、ね、極力ですねお水が入らないようにしたいので、あここは別にいいよ。でジライアをこう入れてですね、まあ何かあったらダメなんで蓋押したいんですけど足りません。どうこれで。でこの間にですねこのウールマットの交換と、中のゲージをちょっと洗ってきます。はい、それではねあの洗ってきたので、こちらにですねこのウールマットを敷いて、このように敷いてですね、でジライアだけをですね極力戻したい。多分そんなスキルは DT にはないので、少し水を抜こうと思います。
降りてくれましたね。それで、ね、お水を少々、これもまあ前にも言ったと思うんですけど、このお水はウールマットがやっぱり全然足りない、隠れるぐらい、ウールマットが隠れるぐらいなんですけど、でこのウールマットに水がかぶるぐらい入れてください。でまあ大体これぐらいかな、そうこんなもんかな。でこれでとりあえず、水替えだったりとかは終了になります。次にですね、このフードを作っていきたいと思います。あげれる、フードをあげるシーンとかもね、まあ、ぜひ 見てもらいたい。まあ、この説明には1杯って書いてるの、このね、中にこういうスプーンが入ってるんですけど、これが1杯って書いてるんですけど、ジライアは1杯食べません。なのでこれいつも大体半分ぐらいをこうやって入れて、でここに水を足します。まあこの粉に、水を大体いつも目分量でね、ちょっとでいいんですよ。ちょっとだけピッと入れて、あとはこれで軽くした団子状みたいなのになってくるんですよ。でも、まあ、ちょっと水足りんかなと思えば、ちょっと入れてあげて、まだぐねぐねこうやって混ぜてあげるんですよね。そうするとネバネバした団子状みたいなのがこうやって出来上がってきます。でまあ大体ですね、こうやって食ったシーンが食いつき良かったのに真正面から撮れなかったね、さあはい、2つ目食べるかな。食いつき、しかも離さない、食べてよ、食べて、あ、いいね、いいよ、残さず食べてよ。ジライアいいね、今日食いつきが。まあこのようにして、食べなくなるまでめっちゃ飛んだ、怖い。食べなくなるまでこのように揚げていきます。ほら、うん、くんくんいいね、食べてるね。まだまだ早いね、待て、下に落ちちゃったな。まだ食うよ。もう食べない、食べて、もういい、お腹いっぱい、あのね、ジライアね、お腹いっぱいになるとね、今見せたみたいに目がキュンってなるんですよ。もういいよ、もう食べないよ、もういい、まだ行く、行っちゃう、いいよ行って、
ガッツギ具合がそんなに、まあでもあんまり上げすぎるとねあれなんで、今日はこの辺にしとこうかな。馬は結構ご満悦な、ほらうーってうーってなってる。まあ結構ご満悦な地雷薬でしょう。でまあこれをだいたい週に2回ですね、僕の場合は火曜日と金曜日に1回ずつ、あのフルマットの交換は週に1回で、餌はあのだいたいまあ3日に1回とかかなのペースでこういう風にあげてます。なんでまあとても可愛いですね。早く大きくなってほしいな。じゃあね、今日はこの辺にしておきましょうか。 See you next time. Bye bye. これ同じなんですけど、真ん中、はい、ちょっとこっちの方がなんかしっかり目が詰まってるっていうのかな。あー確かにちょっといい感じしますね。メーカーが違うんであれなんですけど、うん、確かに、うん、ちょっといい、本当あのちょっとした差なんですけど、はい、うん、着心地としてもこっちの方がちょっといいなですよね。こっちの方がいいなと。